さあ、こんばんは、マーティン。であるの役場、永久巨人案のキングタです。横浜、近鉄、楽天、そしてメジャーに移籍したことのある、福森和夫さんの相もございます。福森和夫さんは変化球中心に投げるピッチャーです、スライダー、カーブ、シュートなど、本当に変化球すごいです。横浜試合は先発にも起用し、先発中谷に両方起用した投手。 1998年優勝に貢献したが、ちょっとあんまダメで。99年にまあ活躍はしましたね。はい。その後近鉄移籍しても抑えとしてほとんど起用したそうです。中継ぎ転校者はパリング移籍です。2005年、楽天の創設期に本当に福森和夫さんが加入して、まあ、抑えとして創設期、抑えとして起用しまして、炎上はしましたけどもね。はい。2006、2007年も楽天の抑えとしてまあまあ起用し、状態は安定はしよう方ではございません。その後メジャー移籍したが結局は失敗。楽天に復帰し、まあ、 2008年にはまあ再び活躍し抑えとしてはい2009年は登板機会なく引退しました確かにノムノムさんの教え子と言っていいでしょうねはい本当にすごい伝説のピッチャーですはいというわけでいかがでしょうかはい以上ですバイバイ